まあ独立するというか卒業することは良かったのかなって思いますね。そして自由にこれから旅立っていく。皆さんこんにちは、サラです。今日はリクエストいただいた白石麻衣さんを占っていきたいと思います。白石麻衣さんは乃木坂46の元メンバーなんですね。誕生日から見ると獅子座で誕生数が4、まあまあもう獅子座の人っていうのは目立つタイプの人ですね。で、成功するために何をすればいいかっていうのをよく知ってる人で、とても情熱的で、もういろんなことに対して熱心に取り組む人。そして誕生数4、誕生数4っていうのはもうとにかく真面目な人、堅実にコツコツ努力する人に多い数字ですね。堅実性、実務、保守的、信頼性っていうキーワードがあります。だから常にコツコツ努力する姿を周りの人も見てるので、とても周りから信頼されやすい人が誕生数4かなと思いますね。で、この人は、さっきも言ったように乃木坂46の元メンバーで、乃木坂46の第1期生のオーディションに合格してるんですね。群馬県の中学校に在学中、学校でいじめを受けて不登校になり、卒業後は母親とともに埼玉県へ引っ越し、高校、女子校へ進学。両親からは短大行くように勧められたけど、音楽の道で頑張ることを約束し説得した。で、専門学生時代は歌のレッスン、リスニング、音楽理論、ゴスペルを学び、スピードやパフュームのような小規模のダンスボーカルユニットを目標に勉強していたが、担任講師から勧められて乃木坂46の1期生オーディションを受験する。そして合格。2012年に、ファーストシングルで CD デビュー。で、セカンドシングルのカップリング曲で初のユニットを務めた。まあ、2012年の11月には西野七瀬さんと共にモデルデビューもしてるんですね。まあ、西野七瀬さんも何回かこの YouTube では配信してますね。まあ、乃木坂46の白石麻衣さんと同じ時に入ってるんですかね。2020年に乃木坂46の25枚目のシングルを持って乃木坂46を卒業することを発表を。で、5月に東京ドームのライブで卒業予定だったが、コロナウイルスの感染拡大を受けて卒業ライブは中止、卒業も延期となった。あ、そうなんだ。で、延期していた卒業ライブを10月28日に配信ライブで開催して、そして11月1日に白石麻衣の個人のね、オフィシャルサイト、インスタグラムを開設。ということは、去年まだ去年ですか。まだ1年経ってないんですね、卒業してからね。リクエストでは白石麻衣さんを占ってほしいってことだったんで、現状と今後をタロットで占っていきたいと思います。ね、なんかネット見てるとね、卒業した後もいろいろとテレビに、ね、出たりバラエティに出たりしてますね。とにかくね、もうコロナなんでね、なんかロケとかね、あんまりできてないだろうなとは思うんですけどね。はい、では見ていきます。こういう結果です。元乃木坂46の白石麻衣さんの今後、もうあっさりね、3枚で終わりました。ということは、もう本当にこの人は今後何も問題がないんだろうなっていうことなんですが、正義のカードが出て正しい判断をした。独立するというか卒業することは良かったのかなって思いますね。そして自由にこれから旅立っていく。自由に
自分のしたい方向に向かっていく、それこそ束縛されずにね、自分で職業を選びながら、いろんなものを選びながら進んでいくことができる。で、まあこのね、恋人のカードっていうのは、まあこれから恋人もできる可能性があるっていうことだし、人とのコミュニケーションが盛んになっていくっていうことになるので、どんどんその人脈とかが広がっていくのかなっていう気がしますね。まあね、年齢的に29歳なのでね、まあおそらくね、結婚なんかも視野に入れて、まあいいお付き合いができたらいいなと思ってるんじゃないかなとは思いますね。まあ今現在彼氏がいてるとかいてないとかっていうのはネットの情報にもないです。だけど自由になれたことで、やっぱりそのね、恋愛するのも自由になったと思うし、まあ仕事も頑張ってコミュニケーション取っていろんな人とつながって、まあ、仕事もよくね、していきたいっていう思いもあると思うし、まあ仕事も恋愛も、まあ、全てにおいてね、今とてもまあ追い風な状況にあるんじゃないかなっていうのが、この今日の3枚のカードから感じられます。うん、まあね、もうこれ以上言うことないな。うん、まあ今の白石麻衣さんね、まあとにかくタロットは、ね、まあ近未来っていうかね、短期的な展開なんで、まあ半年とかね、1年いくかどうかぐらいの、まあ、展望ですけど、今現在はとても順調じゃないかなっていう、そういうカードの展開です。ということで、今日は白石麻衣さんの今後をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。